つい食べてしまう献立っていうのはいかがでしょうかっていう、ラジオネーム鈴井さんから名前を、神奈川県の幸子さんからいただきましたけども、はい、ありがとうございます。ついつい食べてしまう献立っていうのをみんなに聞きたいみたいな。うん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 。なんかありますか？ついつい食べてしまう献立。最近、シチューが食べたいですね。ついついご飯が進みます。でもそれ作ってんの？いや、ついつい食べちゃうんだから、やっぱり頻度高く食べちゃうっていうことね。ああ、冬は頻度高いですね、シチュー。あ、でも、最近。それなんか、なんか、豚汁？すごい、すごい、なんか、手込んでるじゃん。ついつい。ああ、ついつい。俺はね、はい、粗挽きウインナーをね、フライパンで焼いてね、はい、ケチャップとマスタードでついて食っちゃう。うわー、美味しそうなんかちょっと、それこそね、お酒でも飲みたいなって言った時に、なんかつまみね、あ、何にもねえやって言った時は、それ、うん、なんかさ、はい、粗挽きウインナーって常にない家に。あ、あります、あります。ね。なんとなくありますよね。お弁当や何かに使う。うんうんうん、何かで、ね、絶対あるから、はい、ついつい食べちゃう。なんかなかったら不安になって買ってきちゃいます。そうそうそう。買ってきたよ。大抵二つがね、あのテープで、テープで挟まって、うんはいはい、ね、二つで298円とかね。安いです。そのぐらいの値段のやつですけど。そうそう。それはついつい食べてしまいますね。ああ、なるほど。そういうのをちょっといただいておりましてね。うん、ありがとうございます。で、もう一つ書いてあるのが、はい、クリスマスに欲しいプレゼント。うんうん。以前もらったプレゼント、印象のあるプレゼントとかないですかみたいな。おー、鈴井さん以前この番組で地球儀のお話されてましたね。ああ、したね。うん、うん。うん、踏まえましたね。そうですね、うんうん。なんか欲しいものとか、なんかありますかね。プレゼント、でもどうこれ、ちょっと俺企画にしようかなと思うんです。お！ティラミスを食べながら。はい、うん、もうクリスマスが近いんで。そうですね。皆さんが考えてください。本当に欲しい、クリスマスに欲しいプレゼント。うんうんうん、まあだからそれが純粋になんか、あ、なるほどねっていうよりは、そういうものがあってそんなの欲しいんだ、みたいな、ちょっとひねった。意外性のあるものですか？はい。はあ、なんだろう。それ1名の方。はい。私自腹でプレゼントします。本当？ただ、あんた何、ブワーとかって驚いてるけど、僕がプレゼントしますって言うけど、僕が選ぶんだから、大体金額のわかるもんだよ。当たり前じゃねえか、何言ってんだよ。そっか、そういうことか。そういうことだ。あ、何そんな俺高級ブランドのなんか、そんな指輪だとかアクセサリー時計とか言われて、なんで俺そんなの払うんだよ。大チャンスと思って。今俺自腹で払いますとかって、大見え切って言ってるけど、その自分で払うのは何千円のもんだろうが、頑張っても。そういうことか。だろうな。ああ、そうそう、ごめんなさい。勘違いしました。だからそうですよ。皆さん、今僕も本音を申し上げましたから、はい、そんな高級なものをね、買い立ってプレゼントするわけないじゃないですか。もう怒っちゃって。私が出せそうな、範囲わかりました。あ、鈴井さんはこのぐらいだったら払ってくれるだろうっていう、うん、そこも皆さん、ちょっと。賭けですね、これ。鈴井さんだったらこのぐらいの度量でこのぐらい買ってくれるでしょ、みたいな、皆さんからの挑戦も受けて立ちます。わかりました。ただ、僕はそんなにあっさりといきませんからね。ああ、なるほど。それ、ちょっとなんか、皆さん、僕はもう本当にクリスマスプレゼント、わかりました。させていただきますんで、欲しいクリスマスプレゼントのコーナー。そのプレゼント企画はね、ちゃんと僕が買いに行きますからね。お、誰かに頼んだりとかしませんから。自ら。だからそれも踏まえていただいたら面白いことができると思いますよ。ほうほう。例えば女性の方で下着が欲しいとか言ったら僕が買いに行きます。あ、下着屋さんに行って、くださいと、はい。ただ、それだったらもう僕が恥ずかしめを受けるだけだから、つまらないので、はい、必ず受け取りましたっていうのは着用した写真を送ってくださいね。そういう場合はね、そういう場合。今それ決まってるわけですよ。そういう場合は。例えばの今話でしょ。エグザンポね。はいはい、だから本当に、ちゃんと受け取って使ってますよとか、いただきましたっていうのはなんかね、何らかのそういうのを送っていただきたいなと。僕もそこまでしますから。ね、あと何かこう、行列に並ばないと手に入らないとかね。あ、鈴井さん行列並んだんだって、ね。うわぁ、いいなぁ。そういうものとかもあるじゃないですか。行列並んだ鈴井さんの写真が欲しいですね。いや、それもう自分撮りしてきますよ。俺並んでまーす、みたいな。そう、なんかそういうのもあっても誰かにピースみたいな。あ、誰かいたんでしょ、マネージャーかなんか一緒にいて。いや、マネージャーだから言われちゃうから。あ、そっか。自分撮りで行きますよ。一人で買いに行きます。そう。だからそういうのも踏まえて、なんかいろんなことが想定できるんではなかろうかなと。はい。思いますんで。楽しみです。よろしくお願いいたします。